ルバルカレスは、フランス、奥下にー地域圏、ピレネーオリアンタル圏のコミューン。ケントペルピニアンの北 22km のところにあり、コミューン内のポールバルカレスは、海のリゾート地である。1939年にあった、スペイン人収容所跡の記念七中海とルカート湖に、挟まれた細長い土地は、長い間、不健康で人もまばらであった。14世紀に近づくと、 テンプル騎士団がサランク地方の土地の一部を干拓し、バルカレスのいわばリド島のような地形は技術の不足から取り残された。この地への関心は17世紀に始まった。1659年にピレネー条約が結ばれ、ピレネー山脈の国境が移動した。当時、輸送手段を伴うアリー・川谷の経済が成長した。バルカレスの中には港があった。 隣のサンドランドラさらに自然に依存する形で、この港から多くの物資が輸出された。ワイン、油、果物、魚、そして価格の安定した塩である。徐々に発展していったルバルカレスは19世紀には主要な漁港となった。ここには有名なカタルーニャ船を建造するための独自の造船所があった。また同じ時代、海辺の海水浴が流行した。 多くの家族連れが夏に海岸で過ごした。ルバルカレスは20世紀にコミューンとなった。ルバルカレスル、バルカレスの現代史は、スペイン内戦末期の1939年に焦点が当てられる。数万人ものスペイン共和主義者が国境を越え、フランス当局によって収容所へ入れられた。後、ビシー政権ができると彼らは、外国人強制収容所へ集められた。 1960年代のラングドックルシオン地域圏沿岸観光開発省庁間ミッションによってリゾート地として発展した参照元 INSEE ありがとうございます。